皆さんこんにちは、深澤圭介です。今日は私の事務所、神奈川県第19区総支部が置かれている宮崎台駅、こちらでぜひ私の事務所を皆さんにご紹介をしたいと思ってます。で、実はですね、この田園都市線の宮崎台駅から歩いて1分かかんないな、26秒、この出口を出てもらってですね、このまませっかくなんでついてきてください。こちらをですね、坂の方、これ今出たのが北口です。宮崎台駅は各駅停車のみが停車をする駅でなんですが、この駅を出て改札を出たら左側、すぐ出口を出るとですね、こちら目の前にあるビル、私のこの国民民主党の広報掲示板がついてますが、こちらが私の事務所です。この3階に位置してまして、私よくですね、あの事務所どこにあるんですかって言われると、駅前ビルの最上階というとですね、皆さんどんなこう六本木ヒルズみたいなところに事務所があるんじゃないかと思われるんですが、この中華のこの東州さんが入っているこの3階に事務所を構えて日々活動しています。それではご案内します。はい、というわけで先ほどご紹介をしたこの3階のお部屋に着きました。部屋を入るとですね、まず最初にポスターが貼られています。あのこのポスターはですね、実はこの玄関を皆さんをお迎えするために貼ったわけじゃなくて、貼りに失敗してもらしてしまったものをどうしようかということで、あのここに貼ったのがきっかけで、ここに貼ってあるまんまなんです。あとはですね、結構やっぱ事務所の中はあのかなりいろいろな資材といいますか、活動に使うものが多くてですね、あの例えばこれ玄関入ってすぐのところは、あの党員サポーターの募集のチラシであったりですね、あとはこの、政策のリーフレット、まあ、政策広報物ですね、実はこれもですね3種類あるんです。あの見た目はほぼ一緒で、皆さんこの違いが一瞬ではなかなか分かんないんですが、3種類ありまして、何が違うかというと、こちらは宮前平中学校出身と、でこちらが宮前区の志木本町出身、そしてもう一つが現在住んでいる都筑区の牛久保在住と、この配る位置ですとか場所によってこれを変えてます。中のですね、書いてあることも一つ一つ変えていて、こういったものをここに置いて、もう活動するとですね、すぐ帰ってきて飛び出さないといけないんで、すぐ必要なものはこういった手前のところに置いてます。結構必勝グッズ多いですね。ここにも日の丸の必勝もあるし、あのあ、これあれですね、ゼレンスキー大統領に岸田さんがプレゼントをした、相手を召し取るで話題になった必勝のこの祈願のしゃもじもいただいたものが置いてあります。結構皆さんね、あのこういう必勝グッズくださるんで、ここに全て並べていて、だるまとかこういったものが入り口に置かれてます。あとは福島県連さんが、あの参議院の時の各候補者に起き上がりこぼし絶対転ばないと、こういったものもオリジナルで作って送ってくださったようなものがあります。まあ、特に季節を感じるのはこれですね。もうあのこの時期の政治家大抵黒いんで、みんなあの外ずっと居続けるんで、私もここに置いとかないと忘れちゃうんで、怒られるんですよ。焼けすぎると真っ赤になって帰ると妻に怒られるんで、ここに置いてあの日焼け止めを塗ってます。入り口だけでだいぶ時間かかりました。どうぞお越しください。加藤さん、こんにちは。あ、どうもこんにちは。日頃あのこのいろんなあのこのテーブルでですね、いろいろな方が、寄ってくださって、さまざまな活動をしてくれてます。今日は、地域のこれ地図ですねをマッピングして、次どういったところにこう何をしようかということを作戦を立ててくれたり、過去にリアクションになった方々のご自宅とかそういったものをあのマッピングしてくれたりしてます。もう本当にね、いろいろな作業があって、こういった名刺もですね、私の場合あの三つ折り名刺になってまして、これを実は折られずにあの納品をされるので、これを折る作業もありますし、私あの歩いていろいろなところにご挨拶行くんですが、いらっしゃらない時こういうふうに手書きのメモを自分で、あの朝早くここに来てですね、自分で手書きで書いてこれをいっぱい準備したり、玉木さんもよく言ってますよね。玉木さんもあの浪人時代は100枚ポケットに入れて歩いてたというやつを私も真似をしてます。あとはですね、私はあのあ
ピンポン来ました。はい。はい。あ、ありがとうございます。これ一箱ですか？そうですね。はい、今新しいチラシが届きました。もう日夜いろいろな新しいキットを作ってですね、この郵便屋さんもうち3階なので、こういった重いものを ありがとうございます。重いものを皆さんがこう運んでくださって、これも今日届いた新しいチラシです。深作フェスとバス国会見学バスツアー、バスで行く国会見学ツアーの案内を、5000枚吸ったものが届きました。で、私も事務作業するときはここに座ってですね、自分の、メール返したりいろいろ処理をしないといけないこともあるんですが、引き出し開けるとですね、よかったちょっと引き出しもすぐ取れるところにあるのは大して物入ってないんですが、はがきを入れていて、やっぱりお会いした方々でいろいろなことを教えていただいたり、あ、これはお礼を伝えたいなと思う人は私はできるだけすぐにお手紙を出すようにしていて、このはがきだけは切らさないようにということで常にここに入れてあります。この事務所に自転車で来ることも多くてですね、なので今努力義務化されてから、私昔ロードバイク乗ってたんで自転車乗るときは基本昔からヘルメットしてるんですが、2歳の娘も一緒に乗ってくるんで娘のヘルメットと一緒にこうやって置いてあります。もうこのスーツで自転車の漕いで娘迎えて、今日も6時には迎えに行ってという予定です。こちらも荷物置きで、ここにさまざまなポスター、これ私と横浜市議の深作結衣との2連ポスターと、あとは私のポスターですね。でこういったものをここの棚に置いてます。それ以外に政党のポスターもありますし、いわゆる選挙の時にですね、他の候補者に送る、激ビラとタメ書きと呼ばれるものなんかもこういったところに、これこも特注で義理の父が作ってくれた棚にこうやって荷物を置いてます。あとはポスティング大会とかで地図をお渡しする時のこういった、バインダーとかですね、指サックがあったりボールペンが大量にあったり、政治家事務所といえばワッポンと、ちょっともう少しワッポン、あ、貼る画鋲と呼ばれるですね、よくポスターを貼るため のシールなんですが、ちょっと在庫が少なくなってます。いいことですね、減ってるというのはそれだけポスターを貼れているということだと思いますが、神棚の下は本来もっときれいにしておかないとなとは思ってるんですが、スペースの関係でこういうホワイトボードを置いてですね、過去に私がタウンニュースさんに出した記事を置いておいたり、これ室内用ポスターなんですが、やっぱり事務所っぽいのはこういうハガキが何グラムまでいくらと、やっぱりいろいろなものを送ったりするので、こういうのは確かに事務所っぽいなと。該当してるとですね、お子さんがこういうヘッス頑張れっていう手紙をくれたり、折り紙でねこう鶴を折ってくれたりっていうこともあるんで、そういったものはここに飾らせていただいてます。本当にこういうものから勇気もいただきますし、日々これに見守られながらここで執務して仕事しながら日々歩いてます。本当にこんなちっちゃな事務所なんですが、こういったスペースで日々誰かが立ち寄ってくれてですね、いろいろな活動仲間が支えてくれています。